これが炉の上から見て時計回りなんで、逆ですね。上から見て時計回りだから、そう、その向きですね。で、上の方がちょっと高いんで、タイヤもですね、これ移動姿勢になってるんですよ、幅が出ないように。
今内側に入れ込んであるんですよね。なんか木の板があればいいけどな。そっか、そのままいけば。木の板があればこの腕を下ろしてちょっと浮かせれる。そしたらくるんと回る。別に頂戴でする分にはもうこのままでいいわけ。そうですね、このままでいいってことですね。走らないのであれば一回拾い上げます。今ロックされてるんでストレッチ効かないですよ。これを外してもらうと、だいたい何層巻きとかやってます？14500のシングル、ダブルです。500のダブルで 14回転。500って言います。この長さです。この幅が短いやつ、短いやつのダブルで14回転、はい、まあ1個作ってみて厚み見ます、ね。
した方が、はいはい、やっぱこうやって拾うスタイルなんで、ここに並べてっていうのがですね、ね、まあ、あと拾って転がしての繰り返しですよね。そうですよね。もうこういうふうに縦に並べるっていうのはあれですよね、ローダーがないとあれですよね。今の作業体系だとゴロンって転がして、うん、で帰ってきた時にまたこう並べるか、うんうん、あと1台小さい、あの持ちきらんかもね、あの小松の方は、ね、うん、でどんどん、ね、今3個だからいいけど、こう邪魔になってくれちゃうね、そこが問題ですよね。一応リモコン装置、まあ、今はトラクター乗ってやってますけど、はい、リモコン装置もこれついてるんですけど、うんうん、遠隔操作のリモコンでローダーで乗っけてからピッて押したら遠隔操作するやつもあります、うんうん、はい、その方が多分この持って帰ってやる分にはそれが一番いいと思うんですけどね、うん、そうなるとやっぱローダーがもう一台必要になってくると。なるほどな、そういう感じですね。1メーターは巻くんですか。1メーター今から既存のやつで、どうかな、ちょっと実際にやってみたことないですけど巻けるはずだけど、1メーターもこれ。あ、そうなんですね。あ、もしかしたらあの寄れるかもしれないですけどね、あの縦幅が広いんで、あ、お客さんはできるよとは言ってたんですよね。うーん、メーカーとしてはできないって言ってるんですけど。いや、別に全然できるよってお客さんは言ってたので。あ、そうなんですね、うん、ちょっとやってみて、一個乗っけてみてやってみてもいいです。はい、ローダーでなんか、これ、あ、それ腕のところに置いてもらえば、あとはもう、